STS-135 は2011年7月8日に打ち上げられたスペースシャトルアトランティスによる国際宇宙ステーションへの飛行ミッションであり、アトランティスの、そしてスペースシャトルの最後の飛行となった。主な内容は多目的補給、モジュールラファイルを使った ISS への機材の搬入や物資の補給等である。また、 軽量型曝露実験装置支援機材キャリアを用いて、ロボットによる燃料補給ミッション実験装置を運ぶとともに、故障したアンモニアポンプを ISS から回収した。通常、シャトルミッションは耐熱パネルの損傷などで帰還できなくなった場合に、備え、もう一機のシャトルが救援機として準備されている。しかし、STS-135 では、 救援機の用意はなく、緊急時にはソユーズでの救援飛行を行うために、クルーの人数は4人と少なく設定された。これにより、シャトルクルーだけでは、人手が足りないため、古川空飛行士を含む ISS クルーが、物資の移送や、船外活動を行うなど、特徴的な運用が行われた。打ち上げ直前、外部燃料タンク頂上の酸素ベントアームが正常に、 格納されていない信号が確認されたため、カウントダウンを一時停止し確認したところ5信号であることが判明し、2分18秒遅れで打ち上げられたが飛行に支障はなかった。この飛行はシャトルによる最後の補給フライトであることから、最大限の物資の補給を行い、ISS 滞在クルーは6人が約1年間の滞在にてできるだけの補給を受けた。また、 大量の物資の回収ができる機械は、これが最後となったため、予定通りの打ち上げが実施できて、シャトルの電力リソースに余裕ができたことから、ミッション期間を1日延長して、不要品の回収をさらに行った。シャトル分離後には、ISS の横からの前景写真を撮影するために、ISS の姿勢変更が行われた。STS-135 は、もともと、 シャトル最後の飛行、STS-134 がトラブルによって地球に帰還できなくなった際に行われる救出ミッションとして計画されており、STS-134 のミッション中は打ち上げ可能の状態で地上待機している予定だった。STS-134 が無事に帰還した場合はミッション取り消しの予定であったが、 費用をかけて、準備をしておいてから飛行しないのは無駄であるため、ミッションを取り消さずにそのまま STS-135 として飛行することが、NASA から求められた。その後2010年9月に STS-135 の予算が議会で認められ、正式に STS-135 の飛行が決定した。括弧内の数字は、今回を含めた。 フライト経験数、ありがとうございます。